障害者雇用の状況について再点検を行った結果の報告がありました。経済産業省におきましても、これまで手帳等を保有していない職員を障害者として参入をしておりまして、再点検の結果、平成29年度で法定雇用率に対して経産省で95名、特許庁で57名の不足、そして障害者雇用率は経産省で 0.81%、 特許庁で 0.50% となりました。法定雇用率を満たしていない民間企業からは納付金の納付を求めているというのが国の立場であります。そうであるにもかかわらずですね、特に産業界と密接に仕事をしている経済産業省が障害者雇用の責任を果たしてこなかったことについてはですね、これは本当に由々しき問題であるというふうに思っておりまして、この場を借りて深くお詫びをしたいというふうに思います。今後は関係閣僚会議等で検討される政府全体の対応方針に沿ってしっかりと対応して、法定雇用率を早急かつ確実に達成できるよう、障害者が活躍できる場をですね、積極的に探し出して計画的に採用を進めてまいりたいというふうに考えております。2点目でありますけれども、8月29日水曜日から9月1日土曜日までシンガポールを訪問しまして、日 ASEAN 経済大臣会合、そして RCEP 閣僚会合と4つの会合に出席をいたします。日 ASEAN 経済大臣会合では、デジタル経済と第4次産業革命による環境変化に対応するため、産業の高度化、中小企業等への裨益、新たな時代に対応したルールの導入実施の促進の3つの柱からなる日 ASEAN 第4次産業革命イニシアチブを提案をいたします。また RCEP 閣僚会合では、7月の東京閣僚会合の結果を受けて、年末の成果パッケージを想定して約1日半集中的に議論を行います。積極的に閣僚間の議論をリードをして、政治的な論点について決着を図ったり、今後の道筋をつけたりすることで、年内にしっかりとした成果が出せるよう努力をしてまいりたいと思います。私からは以上です。7月の東京閣僚会合でもですね、一定の前進がありました。そしてその後ですね、バンコクにおいて全分野で交渉を行う交渉官会合がありましたが、ここでも進展がありました。で、特に現時点では税関手続き、貿易円滑化とですね、政府調達の省がですね、実質的に妥結をしているという状況になりつつあります。ただ当然残った論点というのはですね、それぞれ立場の隔たりが多い論点もたくさんあるわけでありますので、年内の見通しについてはですね、まさにこれから閣僚会合でですね、しっかりと議論をするという段階でありますので、まだ予断を持ってお答えすることは差し控えたいというふうに思いますが、日本としては年内妥結にですね、のためにしっかりと貢献をしていくという決意で今回の閣僚会合にも臨みたいというふうに思います。いずれにせよ、日本は一定の質の確保を前提としてですね、年内妥結を目指す ASEAN とよく連携をして、今回の閣僚会合で交渉が進展するよう努力していきたいと思っています。ナフタの再交渉についてですね、アメリカ、フランス大統領がメキシコとの合意に達したと発表しました。本日未明ですね、NAFTA 再交渉に関してアメリカとメキシコの間で初期的な大筋合意というものが発表をされたところであります。
ただまあ今後カナダも交えた協議が継続されるというふうに認識をしておりまして、現段階でですねアメリカとメキシコの間の発表だけで何かこう論評をするということは差し控えたいというふうに思います。いずれにしてもですねアメリカ、メキシコ、そしてさらにはカナダにおかれてはですね自動車メーカーをはじめ数多くの日本企業が進出をしているわけでありますので、この経過についてですね引き続きしっかりと注視をしてまいりたいというふうに思っております。観点で、ただ原産地規則のところがですね、この発表された合意でアメリカとメキシコとの内容であれば、日本の自動車メーカー、日本の部品メーカーのサプライチェーンなんか、これが影響したと思うんですが、その辺の影響についてはどうですか。これまだですね原産地の比率が出されているだけでありまして、例えば計算方法ですとか、あるいはどれぐらいの移行期間があるのかといったことは、全くまだ明らかになってないわけでありますので、現時点でですねこの日本の自動車メーカーにどういう影響が出るかということはですねちょっと評価するのは難しいというふうに思っております。いずれにしろアメリカとメキシコにはですね日本系の自動車メーカーが多く進出をしているわけでありますから、今後ともですねどういった形になっていくか引き続き注視をしてまいりたいというふうに思います。共同通信の長いですけど、福島第一原発で発生している処理水にトリチウム以外の放射性物質が残留していた問題についてございます。地元からは懸念や丁寧な説明を求める声が上がっていますが、大臣の意見を聞いてください。お願いします。はい、現在ですね、タンクに、貯留をしています、アルプス等、処理水についてはですね、浄化処理によって、完全には除去できないトリチウム以外の各種が含まれているということは事実であります。こうした点についてはですね、もうすでにきちっと公表をさせていただいております。平成28年11月11日に開催をいたしました第1回の多核種除去設備等処理水の取り扱いに関する小委員会、ここで示させていただいております。また東京電力自身においてもですね、アルプス等処理水の正常についてですね、ホームページで公表をしているところであります。で、一方でこういったことも踏まえてアルプス等処理水の取り扱いについてはですね、丁寧に議論を行っていく必要があります。事務方には一層丁寧な説明を心がけるよう指示をしたところであります。引き続き地元の皆様や専門家のご意見を丁寧にお伺いをしながらですね、しっかりと進めてまいりたいと思います。タンクを撤去するためにその処理水を海洋放出を検討するという方針は引き続き変わりはないということですか。この処分、このアルプス等処理水のですね処分について、どういった処分方法を取るのかということについてはですね、これは現在国の小委員会でですね安全性確保の観点だけではなくて安心の追求、風評被害への対応といったですね社会的観点からもですねご議論をいただいているところであります。はい、アメリカのイラン制裁についてまあ、石油元売りはですね、今月中に政府からイラン制裁の対応に関する指示がなければですね、9月以降のイラン産原油の輸入継続は困難になるかもしれないという認識を示しています。政府としてはこれまで石油元売りに対して米国のイラン制裁の対応をですね、指示されたのか。基本的にはこれは民間企業がですね、きちっと判断をされることだろうというふうに思っております。文化放送の奥山と申します。昨日から、タクシーの自動運転の、実証実験が始まっておりますけれども、10月には日立市でバスの自動運転が始まると思います。実証実験が始まりますけれども、その、ご所感をお願いいたします。はい、10月19日から、日立市において、自動走行小型バスの実証実験を開始するということをですね、昨日発表したところであります。自動走行小型バスを用いた移動サービスはですね、特に過疎地などにおいて公共交通の運営コストの抑制ですとか、あるいはドライバーの不足の解消といった観点からですね、
自治体や地域交通自動車事業者からのニーズが高まっているというふうに認識をしております。特に今あの過疎地等においては私の地元でもそうですけれども交通弱者といった方々、買い物にも行けないといった方々への対応が問題になってますから、そうしたことの解決の一助になるのではないかというふうに思っています。経産省としてはですね、平成30年6月に閣議決定をした未来投資戦略2018に基づいて、移動革命の実現に向けた取り組みの一つであります、無人自動運転移動サービスをですね、2020年に実現することを目指しているところであります。今後も技術開発ですとか、あるいは行動等を走行する実証実験などをですね、しっかりと進めてまいりたいというふうに思います。朝日新聞の久保です。冒頭の障害者雇用の関係なんですが、若干補足でいただきたいんですけど、その大臣としてですね、こういう状況がなぜ起こったのかということと、それから、省内の調査ですね、なぜ起こったのかということと、若干言及がありましたけど、民間企業と、お付き合いの多い経産省がこういう状況であるというのは、やっぱり深刻な事態なのかどうかという大臣のお考えですね。そこのところ、はい、じゃあ、この状況を改善するために省として何をするのか、その3点についてお伺いできますか。まずですね、これ昭和30年代から運用されている制度でありまして、一体どういう経緯でこういうことになったのかということについてはですね、これは我々としても徹底的に調べますし、あと今日関係閣僚会議でもですね、弁護士等を含めた第三者委員会を立ち上げて、この原因の究明を行うということになっております。そういった第三者委員会の調査にもですね、全面的に協力をしていきたいというふうに思います。現時点で確認できていることはですね、要するに障害者の雇用者リストというのが省内でありまして、そのリストがですね、歴代担当者に引き継がれてきているわけです。でそのリストの中で毎年退職する人が出ます、あるいは新規に採用された方が入ります。そこに除外したり追加したりということが行われてたわけであります。で新たに追加するに際してはですね、これは人事当局が把握をしている情報に基づいて、いわゆる障害者手帳を保有者に相当すると考えられるものをですね、障害者としてリストに追加するという運用が行われてたわけであります。長らくですね、この手帳そのものを確認をする、その必要がないという運用が引き継いでこられたためですね、関係者は手帳を本来持っている人をしっかりと持っているかどうかを確認してカウントするのが本来のあるべきルールであるわけですけれども、その点がですね、そういう認識がなかったというところがですね、今我々が調べている限りのですね、一つの原因ではないかというふうに思っております。いずれにしても今後政府全体で今回の検証や再発防止策の検討が進められますので、その中で当初の事案についてもしっかりと検証していきたいというふうに思います。で今後どういう対応をしていくかということであります。これも関係府省連絡会議等でですね、政府全体の方針も議論をされていくことになりますけれども、経産省自らもですね、しっかりと一人称で取り組んでいきたいと思います。具体的には障害者の皆さんにとってですね、まず働きやすい職場づくりが重要だというふうに思っております。経産省としても障害者団体ですとか企業ですとか、あるいは実際障害者として今省内で働いている方々からもですね、よく意見とかアドバイスをいただきながら業務や職場環境の在り方を真剣に検討していきたいと思います。また国家公務員がですね、しっかりと障害者でも働いてもらえるですね、職場環境であるということ、これも国民によく告知をしていくことも必要だろう。積極、国家公務員というのは非常勤でない限りはやはり公務員試験を受けてもらわなければいけないわけですから、そういったところに積極的に障害者の皆さんがですね、チャレンジしてみようという気持ちになるようなやはり広報もですね、必要ではないかというふうに思っております。共同通信社の石本と申します。
これまで、原発から出る高レベル放射性廃棄物に関しまして、経産省とニューモは、約1年間住民説明会、田原説明会、手作り直営でやってきたということで、また今後、都道府県庁所在地以外の地域でもやっていくという話がありましたけれども、まあ、ただ一方でなかなか人数が集まらないと、参加者が少ないという指摘もあり、大臣のこれまでの1年間総括と今後の展望をお願いします。まあ、この放射性廃棄物最終処分に関するですね、一般向けの説明会については、まあ、皆さんご存知のようにいろいろ問題も起こったわけであります。でその後、手作り直営ということでですね、取り組んでまいりました。いろんな改善も行ってまいりました。例えば、関心テーマごとにですね、テーブルを設置をして、こう双方向の意見交換を行うなどですね、まあ、現在もまだ試行錯誤の面はありますけれども、活発な議論も行われつつあるというふうに思っています。でまた、日程とかですね、開催場所についてもさまざまな試行を行っています。例えば土日に開催をした場合や、あるいは地方新聞にや交通広告で告知を行った場合にはですね、相対的に参加者が増えるという傾向にあることや、少人数の方が逆に満足度が高いという傾向もあります。今後これらの結果も踏まえながらですね、より効果的な対話活動をしっかりと進めてまいりたいというふうに思います。